はい、これからジャン君を病院に連れて行くところですが、ジャン君の様子という意味では全然健康そうでですね、普通に甘える元気な感じです。ご飯も食べてます、はい、で昨日、その血がついているうんちというのを一回取ってですね、別にしてあって、それも持っていこうと思っているんですが、病院の方に連絡したところ、新しくしたうんちも、もうかそれの方がいいか、新鮮なね、ということで、出かける前までにうんちしてくれるといいなってジャン君に言っていたところ、今しましたで、新鮮なうんちを採取できましたので、これから準備して出かけます。おとなしくなったかな。なんとかのワイルドレシピなんだっけ、ニュートロのニュートロジーナの普通の、まあ、味の普通のと、あとは、ワイルドレシピとか、あとはアイムスと、そうですね、その時によってちょっと変えたり、混ぜてあげたりしてます。特に別名以外とは気になることはないですね。なんか今すごい、割とすごいめちゃ楽になってる、ね、初めて見たよね。猫が肺高校系するとかなり苦しそう、苦しい。大丈夫、特にね、昨日の夜も普通に体調悪そうにはしてなかったし、ちょっと開けてあげようか、他の子とじゃれあったりとか、あと、おもちゃもちょっとじゃれたりもしてたし、お水も飲んでたし、特にはね、怒ってんのダメよ。あ、すごいハハしてる、初めて見た。こんなワンちゃんみたいになってる。猫が開口呼吸ってなかなかないので、すごい興奮しちゃった。すごいドキドキしてる、心拍数もすごいです。すごいすごい、どうしたどうした、大丈夫、下の色は今問題ないんですけど、これは白く真っ青になってきたり、チアノーゼっていう状態になってきたりすると、酸素室とかで預かんなくて、大丈夫ジャン君、どうしたどうした、ジャン君びっくりだよ、久しぶりだからびっくりなの、ね、食べちゃったのかな、多分そうだと思う、あまり来ないからね、なんか変わってないやん、出かけしないからね、大丈夫だよ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 、お尻から血が出てることによって体温を測るのでやめてます、はい、すごいびっくり、どうしたのジャン君、今日の電話何時ぐらいに取れたね、最後のはもう直前です、前、はいはい、出る時だから2時くらいかな、2時ちょっと前くらいかな、はい、ジャン君大丈夫よ、ジャン君紫色とかやっぱすぐ、はい、大丈夫、先生とかあるんで待ってください、はい、はい、帰るよ、もうね、帰るだけだからね、最後足通り左で大丈夫ですか、あ、はい、お願いします、大丈夫よ、ちょっと
よいしょ。はい、ジャン君帰ってきたよ。ポッチャンが帰ってきたよ。うん。よいしょ。はい。口開けたら自分で出てるかな。引っかかっちゃってる。あ、汗か。汗？おしっこ？足？おしっこではないと思うんだけど。はい、はい、どうぞ。はい、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 あ、まだ口開いてる。大丈夫？はい、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 お水飲む？お水、はい、で、ジャン君、はい、お水飲む？お水、お水、怖いなぁ。お水は大丈夫？平気になった。あ、まだだ。ジャン君大丈夫？ジャン君。ジャン君。はい、お水どうぞ。はいはいはい。すごいハグしてる。はい、大丈夫。ジャン君大丈夫だよ。ジャン君大丈夫よ。はい、大丈夫。大丈夫、大丈夫。心配してる。はい。ポンちゃん。ポンちゃん、慰めてあげて。ポンちゃんもいるよ。あ、大丈夫になった。本当？うん。すごい、ポンちゃん。君たちすごいね。あ、ポンちゃん大丈夫だよ。大丈夫よ。悪いことはしないよ。ポンちゃん守って。うん。よいしょ。あ、また口開いた。もうちょっと少なくなる感じしてるから。ジャン君。30分とか経ってるものだったらちょっと。ジャン君、ジャン君、ジャン君お家だからね。あ、口閉じたね。はい、大丈夫大丈夫。ポンちゃん、はい、ジャン君、うちに着いたの分かった？ジャン君、うん、ポンちゃんありがとうね。ポンちゃんがいるとホッとするらしいよ。はい、ジャン君、まだちょっとびっくり目のまんまだね。はい、ゆっくり寝なさい。ジャン君。ちょっとその箱が邪魔だね。どかしようか。はい、どかしますよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。そこは無理と思うよ、ジャン君。家の中をチェックして。大丈夫だよ。家だよ。ジャン君のお家だよ。何にも変わってないよ。そんなに怖かった？めっちゃ怖かったんだね。ジャン君。ジャン君、そんなお口開けてハハするほど怖かったの、ジャン君。はい。どこにお家着くの？でした？ジャン君、お水飲まなくて平気？お水飲む？